はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お答えできました作品の完成報告動画となります。はい、お待たせいたしました。期間内にね、なんとか間に合うことができました。はい、お待たせいたしました。本当にこちらのお客様もほとんどうちの商品、リピートでね、買っていただいてる、もう多分ものすごい何十個っていう単位で買っていただいてるので、はい、今回ね、ちょっと、どうしても、この期限内に、お手元に届いてほしいというお話だったので、なんとかね、間に合ったかと思います。はい、シャトンとね、ミニロクのシステム手帳ですね。はい、じゃあちょっとこちらから見ていきましょう。はい、こちらの方はね、オールブッテーロのレッドですね。で、糸の方がビニモ MBT のレッド。はい、で、このね、なんだろうな、エイジングがね、ブッテーロの中のエイジングっていうのはワントーン暗くなるエイジングになるんで、そうするとこの糸がね、映える感じなんですよね。もうそのね、エイジングがものすごいかっこいい。やっぱりね、ブッテーロ独特のね、エイジングっていうのかな。うん。やはりね、いいです。で、エイジングスピードも劇的に速いってわけじゃないので、長くゆっくりね、お使いいただけるのが特徴ですね。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、外装の方はね、こちらの方にちょっとトラメが入っている感じですね。ブッテーロはね、ショルダーの革なので、トラメがね、あったりなかったり、します。はい、ベッドの方もね、中に湘南多種の芯材を入れております。2.3mm、かなりね、厚みのある芯材なので、立体がね、ものすごい膨らんでいるような感じですね。はい、内装の方はこんな感じ。カードが1、2、3、4だ。で、ここに、しおりですね。はい。で、こっちにもポケットがあるような感じで、もちろんこの裏側にもね、フリーポケットとなっております。この後ろね。はい。で、これが手側でしょ。で、ペンホルダーはね、可動式なので、お持ちの、太いペンがあったとしてもね、こんな感じで大きく、できますので、まあ、大概のサイズのペンはね、ご使用になれる感じですね。はい、コマの方もふのりとみつろうで、いつも通りの仕立てとなっております。はい、一応こんな感じでね、ミニロックのシステム手帳完成しております。で、厚でご希望だったので、外装の方はね、3ミリ近い、厚みの革を使っております。かなりね、ハードにお使いになっても、ショットやショットじゃ、へたらない感じですね。はい、以上こんな感じで完成いたしました。で、こちらですね。はい、シャトンね。で、これがブライドルレザーとなっております。もうね、ブライドルのシャトンはもう今後作りません。もうこれ1点だけ。まあ、無理。無理っていうか、これね、3回失敗して作り直しをしたぐらい。革の表面、ブライドルっていうのは、ロウがね、乗ってたり、油分が乗ってたりするので、まあ、接着不良を起こしやすい。ということで、あと厚みのサイズね、この薄さをね、0.4mm ぐらいまで薄くしないと、このシャトン作れないので、さらにそこから 0.4mm から、さらに今度手でね、薄くしないといけないっていう、ちょっと特殊な加工が本当に必要な感じなので、難しいです。で、通常はね、ボタンホックなんですけど、このブライドル硬すぎだったので、急遽、ジャンバー、ホックに変更となっております。もうこれじゃないとね、閉まらない。ここ開いちゃうの。そんぐらい硬いです。さすがね、バグとかに使われる革なので、もう普通の牛革とやっぱりね、全く別物。もうこれだけ薄くしても頑丈。硬くて頑丈な革。水も弾くので、非常にね、タフな作りとなっております。はい。で、今回は、こんな感じでね、ハトメと、小板管で、このね、フックね、つけてあります。よいしょ。で、こんな感じね。はい、風琴待ちを採用しております。もう、この風琴待ちっていう作りがものすごい難しい。特にこの革で作ると難しい。もう本当にね、なんとか、完成することができました。はい、本当に硬い感じですね。風琴の箇所は2段ね、1、2段、こんな感じで製作となっております。両銀目仕様でね、仕立てとなっております。よいしょ。はい、コバの方はふのりとみつろうでね、磨き込みかけてあります。ツルツルですね。はい、以上こんな感じでね、2点、ちょっとね、急いで撮影してるんで、バタバタですが。はい、以上このね、2段完成いたしましたので、ぜひね、動画の方でご確認の方お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。